ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-055 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-055。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。オブジェクトは、5×5×2.5 メートルの、ファラデーケージで包まれた50センチメートル厚のセメントでできた壁を持つ部屋に収容されます。部屋への出入りは 2×2.5 メートルの、故意に抑えない限り自動的に閉鎖、施錠が行われる重いドアを通して行われます。警備員は決して SCP-055 の保管室の外に配置されてはいけません。さらに、近辺の別の SCP オブジェクトのメンテナンスや研究を行う職員は、実行可能な限りできるだけ、部屋の地下的中心から少なくとも50メートルの距離を取ることが推奨されています。説明。SCP-055 は自分を隠す秘密、あるいは犯ミームです。SCP-055 に関する情報、例えば物理的な外見や性質、振る舞い、機嫌などは自動的に記憶から消失します。ここで言うミームというのは、人の行動に影響を及ぼす知識や情報、のことだと思ってくれればいいぜ。現実の、法律、や、常識、のことだと思ってもらえば理解しやすいかもしれない。そして反ミームというのは、そのミームを打ち消す作用のあるミームのことだな。人間は新しく情報を得ると少しは行動が変化するものだけど、055の情報はその変化を打ち消してしまう、ということね。ああ、その通りだ。そしてその方法が、自らの情報を対象の脳から消してしまう、というものなわけだ。では、続きをどうぞ。例えば、SCP-055 がどのようにしてサイト19に収容されたのかは不明です。いつ、誰が SCP-055 を回収したのかは不明です。SCP-055 の外見は不明です。決して説明が難しいわけでも、目に見えないわけでもありません。被験者は SCP-055 の収容室に入ることができ、観察でき、頭の中に記憶でき、紙やノートに記録もでき、スケッチもでき、写真も撮れ、さらには音声、映像の記録もできます。こうして得られた広範囲な記録は保存もされています。しかし、SCP-055 の物理的外見についての情報は、観察の後すぐに頭から漏れ出てしまいます。SCP-055 を説明する指示を与えられた被験者は、その後気がそれ、指示への関心がなくなってしまいます。また SCP-055 を撮影した写真の模写を指示された被験者は、どんな見た目の写真か覚えておくことができず、実験を監督した研究者も同様の状態になります。誰の権限で SCP-055 の収容室が建設されたのか、なぜこの方法で建設されたのか、あるいはどのような目的で前述の収容プロトコルが定められたのか、といった情報は不明です。SCP-055 の収容室へは容易に侵入できるにもかかわらず、すべてのサイト19の職員は、SCP-055 の存在について尋ねられると何も知らないと答えます。これらの事実は、このファイルを偶然読んだ人物によって定期的に再発見され、その人物は多くの不安を感じることになります。しかし、報告書の内容は長くとも数分しか記憶に残らないため、その不安は記憶とともに消失します。SCP-055 からは大量の綿密なデータが得られていますが、その性質のため研究はできません。少なくとも一度、SCP-055 を破壊する、あるいはサイト19から別の場所へ移送しようとした試みが存在しますが、負傷の原因により失敗しています。SCP-055 は重大で現実的な脅威を引き起こす可能性があり、実際に多くの職員を殺害してきた可能性がありますが、我々はそれを知ることができません。間違いなく多大なミーム的、心理的脅威が存在しており、それゆえケテルクラスに分類されています。文書、ナンバー055-1。SCP-055 に対する分析。死者は、SCP-055 は、によって公的に確保されたものではなく、外部の第三者によって財団内部に送り込まれた、自律性を有する、または遠隔操作されているエージェントではないかと仮説を立てている。その目的は以下のうちの一つ、あるいは複数が考えられる。サイト19の活動を秘密裏に観察、あるいは妨害するため。他の SCP の収容サイトでの活動を秘密裏に観察、あるいは妨害するため。世界中の人類の活動を秘密裏に観察、あるいは妨害するため。他の SCP オブジェクトを秘密裏に観察、あるいは妨害するため。を秘密裏に観察、あるいは妨害するため。これらの潜在的脅威に対抗する手段は提案されていない、または理論上対処は不可能である。ほえー。
おい、こいつが本当に犯人だって言うなら、どうしてこいつが犯人であるって情報が隠されてないんだ？私たちは何か見落としてるに違いない。待てよ、もしこいつが何ではないかって情報を記録できたとしたらどうだろう？もしかしてそのことは覚えていられるんじゃないか？バーソロニューヒューズ、アメリカ国家安全保障局。文書ナンバー、055-2。ジョン・マラチック博士による報告。調査チームナンバー19-05-527DXE は、SCP-055 の収容室への侵入に成功し、SCP-055 の外見とある程度の性質を突き止めることに成功した。プロジェクトの手順を参照に従いノートが取られ、その後収容室は再び閉鎖された。以下は事後報告の一部を文章に起こしたものである。よし、では君に SCP-055 について、いくつか質問をさせてもらおう。SCP なんですって？SCP-055 だ。たった今、君が調査していたオブジェクトだ。ええ、何をおっしゃっているのかわかりません。我々は055を収容していないと思いますが。よし、それなら。直前2時間何をしていたのか報告してくれたまえ。覚えておりません。そうか、では、これは覚えているかね？私たちはあれが球場のものではないとお互い確認したことを？そう、あれは。そうでした。確かにあれは丸くなかった。SCP-055 は丸くありませんでした。さあ、どんなものか思い出しただろう。いいえ、ダメです。私にはあれがどんなものかわかりません。でも間違いなくありました。あれは何かこう、覚えていられないもので、とりあえず休憩ではありませんでした。ちょっと待ってくれ。何が休憩ではなかったって？ SCP-055 がです。SCP 何だって？博士、先ほど我々はあれが休憩をしていないとお互い確認したことを覚えていますか？そうだった。以上から、SCP-055 が何ではないかということ、つまり、事実の否定となること、を記憶し、それらの記憶から繰り返し推論することにより、SCP-055 が存在するという事実を導き出すことが可能なようです。ナンバー19-05-527DXE の調査に関わった職員は、少々の見当識障害と、SCP-055 の記憶と忘却の反復に関する、精神的トラウマを抱えていることが報告されています。しかし、長期的な行動や健康上の問題は観察されておらず、調査員の精神分析によると、これらの症状は時間とともに回復していると思われます。提案。少なくとも一人ずつ、SCP-055 の存在を覚えていられる人物を、各所の重要な施設に配置する価値があるかもしれません。報告書は以上だ。自らを認識した人間の脳からその認識を奪い、元の状態に戻してしまう謎の存在、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。SCP-055 が情報を奪っているのか、それとも SCP-055 の情報自体に、消費期限、のようなものがあるのかはわからないがな。ああ、確かに後者の可能性もあるわね。どちらにしても、認識可能な時間が数分程度みたいだから、財団は何も対策できずにいる。というわけでもないのよね。そうだな。何も対抗策がないのなら、なぜ収容できているのか、という話になる。その辺の事情は報告書を読んだだけでは謎のままなんだが、犯人部門というシリーズを全て読めば、大体のことは理解できる。と思うぜ。長いのよね、あのシリーズ。ああ、読むのは大変だが非常に面白いシリーズなので、興味がある人はぜひ読んでみてくれだぜ。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。